はい、こんにちは、ちちちゃです。昨日投稿の動画でもまとめましたが、デベロッパーズダイアリーにてアルバトリオンの詳細が発表されました。めちゃめちゃ楽しみですよね。ということで今回はアルバトリオンに備えて今集めておくべき導き素材をご紹介したいと思います。まずは前提です。備えておきたいのはアルバトリオンの対策装備用の導き素材と、さらにアルバトリオンの武器防具をカスタマイズするための導き素材ですよね。それではアルバトリオンの対策装備に必要な導き素材からご紹介します。アルバトリオンは何らかの条件で炎活性状態、氷活性状態、流活性状態の3つの状態に切り替わり、その切り替わりの時に必殺技エスカトンジャッジメントをしてくるんですよね。このエスカトンジャッジメントは対策しないとハンターが力尽きるほどのダメージを与えてきます。このエスカトンジャッジメントの対策方法としては、アルバトリオンに属性ダメージを与えることだそうなんです。炎、氷、竜に一貫して通る属性といえば、まあ水かなというところなんですが、最初は3種類の属性武器でいくのが無難じゃないかなと思うんですよね。私も初見プレイはそうしようかなと思ってます。これは予想かつ余談ではあるんですが、最終的には上手い人たちは水属性の武器で効果力を叩き出して武器の持ち替えなしでアルバトリオンを倒すとかになりそうでもあります。弾かれる箇所はあるんでしょうけど、まあ見づらいともあるんで、そうなるんじゃないかなとは勝手に予想してます。ただ完全な弱点属性じゃないとエスカトンジャッジメントを弱体化できるわけではない可能性もあるんですけどね。これに関しては来てみないと分かりません。とりあえず今回はアルバトリオン対策には3種類分の武器と、それに合わせた3種類分の防具のカスタマイズが必要になってくるという前提で考えていきます。続きまして、アルバトリオンの武器防具です。アルバトリオンの防具は通常であればアルファベータで10種類、武器も1種類だけ使っているのであれば1つ、まあ、さらに新しく来る5石のアップデートもありますよね。ということで先に必要な大霊脈玉の数からご紹介したいと思います。まずはアルバトリオンの対策装備、武器が3種類必要だとすると、カスタム枠の拡張で大霊脈玉が3つから9つ、この必要個数に関してはレア度によって変わるんですけど、まあ、最近よく活躍しているレア12であれば9つ必要です。で、防具 ×3 種類、これもカスタム済みであれば不要ではあるんですが、最大で大霊脈玉15個必要です。そしてアルバトリオンの新装備用に必要な大霊脈玉なんですが、武器に関しては使ってる武器種分で弾の数は変わっていくんですけど、まあ、最低大霊脈玉3つと、まあ、最大14種類の武器を使ってる方だったら42個大霊脈玉が必要になっちゃいますよね。で、新しく来る防具、まあ、多分2種類だと思うんですけど、2種類であれば、まあ、大霊脈玉が10個。で、5石、これもね、多分アルバトリオンだと1個だとは思うんですけど、最大で3つだとすると大霊脈玉が1つから3つ必要になります。なので大霊脈玉に関しては最低32個から最高79個用意しておいた方がいいということになります。さらに大霊脈玉以外にもカスタム強化用の素材が必要ですよね。で、こちらがモンハンブログを運営しているフグオンさんからもらったカスタム強化の必要素材表です。今回は鑑定武器のママタロトのパーツ強化などを含めるとちょっと大変なことになるので、まあ、対策装備に関しては活躍機会の多いレア12武器を使うという前提でお話ししていきます。レア10とレア11の武器に関しての必要なカスタム素材に関してはフグオンさんの記事にまとめてあります。概要欄にリンクがありますので、ご興味がある方はぜひチェックしてみてください。これ見ていただいてわかるように、一つの武器の枠を拡張するだけで霊脈の古竜コスが13個、聖者必須の大合格、ことごとくを滅ぼすネルギガンテの素材が5個で、歴戦の項目、これラージャンの素材が5個で、歴戦の殲滅核、これもことごとくを滅ぼすネルギガンテの素材、これが5個で、歴戦の滅竜核、これは神王が亜種ですね。神王が亜種の素材が5個必要です。なのでこれが対策装備3種類とアルバトリオンの武器を1種類だけ拡張するという仮定したとしても、霊脈の古竜骨が52個、聖者必須の大合格が20個、歴戦の拷問が20個、歴戦の殲滅核が20個、歴戦の滅竜核が20個必要になってくるんですよね。
ことごとくを滅ぼすネルギガンテとラージャンとジオンが足をことごとく狩る必要性が出てきます。さらによく使うカスタム強化としましては、攻撃と回復と属性、これの1回目めちゃめちゃよく使うと思うんですよね。で、攻撃の場合は歴戦の攻撃、これはクシャルダウラですね、これが7個、そして血に染まる漆黒碑、これは怒り喰らうイビル城の素材ですね、これが5個で、歴戦の古流骨が3つと龍脈に眠る体骨が5つで、回復カスタムの場合は歴戦の幻惑碑、これはネロメールの素材が7つ、みなぎる雷電閣、これは神オーガの素材が5つで、霊脈の古流骨が3つと導きの流骨オカサンゴが1つです。で、属性の方がちょっと簡単なんですけど、歴戦の重油核、これはラドバールキンの素材が7つで、命を断ち切る残像、これはオドガロンの素材が5つで、霊脈の重流骨が3つと黄昏の結晶が3つです。で、武器を1種類しか使いませんよっていう方の最低値なんですけど、必要個数がこんな感じになります。まあ、要するに4倍ですよねいや、すごい数だな。こう見ると結構やばいですね。マカレンキンの素材で歴戦の重油核や命断ち切る残像に関しては交換ができるんですけど、交換できない材料としてはクシャルダオラの歴戦の攻撃とネロメールの歴戦の幻惑碑なんですよね。なのでここら辺は戦いに行かねばなりません。ちょっとね、クシャルダオラは骨が折れるんで、無理に攻撃カスタムにする必要性もないじゃないかもしれないというのは正直なとこです。で、備えあれば憂いなし根性で全て揃え切ってしまうと、備えておきたい素材はこんな感じになります。いや、まあ大霊脈玉79個は14種類の武器を使ってる方の話になるんで、まあ、実際は50もあれば十分なんですけど、ものすごい数ですよね。交換できる素材を省きますと、アルバトリオンが来るまでに導きの地で戦いたい歴戦のモンスターは、ことごとくを滅ぼすネルギガンテ、ラージャン、ジンオーガアシュ、クシャルダオラ、ネロメール、これらをたくさん狩る必要性があると思います。あと怒り喰らうイビル城に関しても狩りやすいんで買っときたいですよね。ただクシャルダオラに関しては、先ほども申し上げましたが攻撃カスタムなんで、ここはお好みで挑戦してください。で、今ご紹介しましたことごとくを滅ぼすネルギガンテ、ラージャン、ジンオーガーシュ、クシャルダウラ、ネロメール、怒り喰らうイビル城に関しては大霊脈玉も落としてくれるんで、ついでに大霊脈玉を集めやすいっていうのはかなりメリットだと思います。これらの素材が集め切った上で大霊脈玉の数が足りないということであれば、イベントクエストの殲滅の主はまた鐘を鳴らすにお世話になるのもいいんじゃないかなと思います。導き素材に関しては今すぐ必要がなかったとしても、おいおいね、必要になってくるものなので、やって損はありません。なので今配信中の期間限定イベントクエストが全て終わってて、ちょっとやること迷ってるなーっていう方は、アルバトリオンが来るまでの間に導きの地にこもって素材をひたすら集めるというのはいかがでしょうか。もしたくさん集めすぎて余ったっていうことがあったとしても、この後アステラセリエナ祭り情熱の宴で新しい武器防具も追加されますし、その後にまた氷人博ペリオロスがやってきます。それらにも流用できちゃうんで、今集めておいて全く損はないと思います。ちなみにこれ余談なんですけど、アルバトリオンの必殺技エスカトンジャッジメント、これ直訳すると最終審判、究極の審判になるんですよね。かっこよくないですか。究極の審判ですよ。最終審判。いや、めっちゃかっこいい。中二病心をね、思いっきりくすぐられるんで。いや、ちょっとワクワクしますね。あと7月の5日、まあ、明日の朝8時59分までにログインすると、まだ達人樹間に合いますので、まだもらってないっていう方は早めにもらってください。で、これで注意していただきたいのが、このキャンペーンの対象者さんは、モンスターハンターワールドアイスボーンの購入者のみなんですよね。なのでワールドだけ買っているっていう方は残念ながらもらえないんですよ。まあ、そもそもワールドだけだとこの装飾品スロット空いてないので、持ってても使えないんですよね。なのでこの機会にアイスボーンデビューしてみてもいいんじゃないでしょうか。ということで今回はアルバトリオンに備えて今集めておくべき導き素材ご紹介しました。最後までご視聴誠にありがとうございます。また対策装備なども考えて動画で投稿していきたいなと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチもよろしくお願いします。またねー。